モードスライモードスライはアメリカ合衆国の女性病理学者である。純系マウスの繁殖を行い、100%がンになる系統のマウスとがんにならない系統のマウスを分離し、がんの遺伝説を主張した。ミネアポリスに生まれたシカゴ大学とブラウン大学で学んだ。卒業後の研究として1908年からシカゴ大学でマウスの神経学的実験を始めたが、 ガンの研究に転じ、シカゴ大学校内の家に40年間住み、15万匹のマウスを飼育して、系統を管理した。1916年、アメリカガン学会でガンの遺伝説を発表した。ガンの遺伝説はリトルラによって激しく攻撃された。マウスの結果を人間に適用し、適切な配偶者選択が、ガンを根絶するに役立つと主張したことが攻撃された理由でもあった。 二十六年間、休みを取らず、仕事を行い、生涯独身であった。1922年に、准教授に昇進し、1926年に助教授となった。1945年に引退し、病理学の名誉教授となった。1914年に、米国医師会の金メダル。1922年に、アメリカ放射線学会の金メダルなどを受賞した。 ガンというミステリー、宮田親、平文春新書。ありがとうございます。